慢してるよ。我慢してたよ。どうしてなんだよ。なんで薄いなんかと。全然わからん。お前なんか変態だし、ムカつくし、相変わらず私の前走ってて、そういう顔してからかうし、お前のせいだ。落ち着いて。こんなゲームしなきゃこんなこと気づかなかったのに、本当はずっとお前と手繋いでたかったんだよ。セクハラするかと思えば急に離れたり、本当は何考えてんだ。わけわからん。なんでこんなドキドキしなきゃならないんだ。なんで離れると寂しいなんて思ってしまうんだ。なんでこんなに。私はお前にだけ混乱させられてしまうんだ。薄いのアホ、なんでこんないつも絡んでくるんだよ。本当、ずるいよね、愛蔵は。俺にどれだけ我慢させたら気が済むんだろう。愛蔵にいつも絡んじゃうのは、面白い反応を見たいから。普段は強気な会長が不意に可愛く笑うから、びっくりしたり、見てたら面白いけど、危なっかしくてハラハラしたり。何か我慢してるのかと言われたら、いろいろありすぎて、一言じゃ答えられないけど。例えば今だって。